おはようございます。昨日からちょっと模様替えしてまして、椅子とテーブル片付けて、ホットカーペットとお膳に座ってます。やっぱり床がね、暖かい方がいいから。で、今日もね、ちょっと騙されたお話です。というのも、ツイッターでね、有名な香港の雨傘デモの女神と言われてるアグネス・チョウさんのことなんですね。まあ、漢字で書くと周庭さんって書くんですけれども、最近日本にも来はってね、なんかテレビ番組でもなんか日本語をこう巧みにね、喋ってはって可愛いし、一度中国警察に捕まって拘束されてたけれども、すぐ釈放されはってね、あれっていう感じだったんですけれども、なんとそのアグネス・チョウさんが日本に来て会っていたのが山本太郎と立憲民主の枝野代表なんですね。これを言うと皆さんと思う人ね、多いと思うんですけれども、いろいろ調べてみますと、そのアグネス・チョウさんというのは、まあ、中国の、まあ、はっきり言ってスパイというか工作員みたいですね。で、そもそも中国っていうのは、今は習近平体制ですけれども、もう一つ前には胡錦涛と江沢民とかね、こう一代前二代前に出会って、その中の江沢民の派閥と習近平は仲が悪くてね、要するに、まあ、派閥争いを今もやってるそうなんですよ。で、中国っていうのもこう一枚岩でなしに、軍部とね、まあ、中国人民軍とその中国共産党とは、まあ、仲があんまり良くないというとね、なんか同じ国なのにね、おかしいことなんですけれども、その軍部も5つぐらいに分かれてますよね。それぞれに派閥があって、それぞれに核持ってるんですよ。で、今ちらっとささやかれているのが中国内部での核戦争、なんとも恐ろしい話なんですけれどもね。それぐらい今の習近平と江沢民の一派、まあ、江沢民自身はね、なんかもう病気かなんかでね、寝たきりかなんかそんな状態らしいんですけれども、その派閥の一派がまだまだ勢力を持ってましてね、いろんな内部での派閥争いは今も続行中らしいんです。そこで香港デモでですけれども、香港デモもね、もうぶっちゃけ100万人規模のね、すごい大きなデモになっているんですけれども、その香港デモも4つぐらいグループがあって、それぞれにね、その背景が違うんですよね。ほんで、その何から言うかな、まずそのアグネス・チョウさんが親しいのは、まあ、山本太郎さんとか枝野さん以外に、日本でシールズの奥田さんがね、そういう、まあ、左翼系と仲がいいわけなんですよ。で、それに驚くことに、なんとね、香港にもね、慰安婦像が建ってるんですよ。その慰安婦像3台を香港に建てたのが、そのアグネス・チョウさんのグループなんだそうなんですよ。それを支援してるのがどうも江沢民一派じゃないかって言われてるんですね。で、なんでそういうことになるかというと、まあ、香港デモをこう盛大にやって世界にアピールして、で、習近平の中国共産党が、まあ、天安門事件みたいにね、武力制圧をさせるように仕向けてるって言うんですよ。だからそれで今もちらほら実弾が目に当たった人とか、なんか胸に当たった人とかちらほらね、被害者出てますけれども、その煽ってるのが江沢民ということで、その江沢民一派っていうのがね、めっちゃ悪くてね、まあ、こっちも中国の共産党も悪いし、その江沢民一派もね、なんとか北朝鮮とつながってるんですよ。だから、まあ、習近平の方はその、まあ、北朝鮮と、まあ、はつながってないですけれどもね、もう中国国内でもその過激なね、派閥争いがあって、要は爆発がよう起きましたよね、中国なんかでね、なんかすごい武器庫が爆発したりとか、それがどうも江沢民一派じゃないかとも言われてるんですね。で、その江沢民一派が香港をこう炙ってるのが、その天安門、第二の天安門事件に仕向けたりと。そうすると、でも自分自身も危ないんですけどね、中国が世界から制裁されるわけで。でも、まあ、そういう噂なんですよ、国際政治学者さんの話では。ほんで、北朝鮮にそのミサイルなんかのね、 IT 関連の技術指導してるのも江沢民一派で、その誰やったかなんとかいう人の息子がその IT 企業の社長か副社長で、実際に北朝鮮にそういう IT のハイテク情報とか技術指導とかね、やってるのがもう分かってるんですよ。それはもうアメリカの CIA なんかも、ね、調べてね、どうやら分かってるそうなんです。だから北朝鮮自体はそんなにね、そのハイテク進んでるわけじゃないのに、どうもおかしいなとは思ってたんですよ。その、まあ、仮想通貨ね、ハイテクで盗んだりね、なかなかやるなと思ってたんだけども、そういう中国の支援体制があってのことなんですね。で、そもそも香港はなんで中国共産党にとって大事かというと、中国共産党はアメリカにもね、ドルいっぱい借りてるんですよ。なんかすごい金額、国家予算の2、3倍やったかな。あとでブログにちゃんと正しい情報でまとめます。昨日ちょっとチラ見した記憶力だけで言ってるんでね、ちょっと動画の情報ちょっと間違えるかもしれませんけれども、後でブログで補足します。で、何しか莫大なね、ドルを借りてるわけで、まあ、アメリカは当然返済を迫ってるわけなんですね。で、
でドルで返さないといけないんですよ。だからそのしょうがないから中国は今アメリカの資産を売ったりね、あので一帯一路で発展途上国をこう経済支援というかお金貸してますよね。それは元で返して、じゃあ元で貸し付けて返済はドルでって要求してるんですよ。そんだけドルが欲しい。その陰で中国は元のデジタル通貨もちょっと今企んでてね、来年あたり発行するかどうかやっぱり無理かなとかね、いろんな動きがあるんですよ。要するにもうアメリカのドルの基軸通貨っていうのがね嫌で、まあなんとかその元でね取引できるところを増やしていきたいわけですね。で現実ね、元が使える国っていうのが、まあ、北朝鮮とカンボジア、ラオスかな、それぐらいの国ではその元でも使えるわけなんですね。まあ、他の世界中でやっぱり基軸通貨として使われているのは米ドルですからね、まあ、米ドル最強なんですよ。それでその香港が大事なのは、その中国はドルをこう持つためにまず香港ドルでドルと両替するわけですね。で、まあ、香港ではその貿易でドルがどんどん入ってきますからね、香港経由でドルを手に入れてるわけなんですよ。だからどうしても香港は必要なんですね。完全に組み込みたいんですよ。ほんでね、私香港に2回行ったことがあるんですよ。それも返還前のあれは何か34、5年かなり大昔に行ったのと、あと30年ちょっと前に返還後にも行ってるんですよね。だからまあまあ一人で歩いたこともあるしね。で香港にもちょっとまあ思い入れがあるっていうか、結構商売でね騙されたんですけどね、香港の雑貨とか買いに行ったんですけどね、必ずパチモン混ぜるんでね、まあ、それは置いといて、その、そうですよ、そのアグネス・チョーさんがね、可愛い顔でね、だからそういう、ああいう容姿で日本語もたどたどしく喋って可愛いから、まあその倖田來未一派にね、利用されてるやろっていう話なんですね。で、その香港の天笠グループにもいろんな派閥があって、アグネス・チョーさんは自決派かな、自分で決める派みたいなんで、でまた日本、もし香港で天笠さんでも応援したいんやったら、アンディさんの率いる独立派を応援すべきなんですって。それ以外はそのなんか民族主義とか、なんかその逆に左翼をね応援していることになるんです。だからそのアグネス・チョーさんが日本に来てね、真っ先にやったのが、ね、思ってた絵だね、シールね、もう完全向こう側の人でしょ、左翼。だから大嘘つきなんですよ、あんな可愛い顔してね。ツイッターでもね、アグネス・チョーさんのツイートをこうリツイートする人がもうものすごくこといるんですよね。それもでもぼちぼちバレてきてるみたいで、まあ世界情勢に詳しい方なんかがね、そのバラしてるとこから、まあ、ちょっとずつ、まあ、アグネス・チョーに騙されたって気づく保守派がね増えてきてはいるんですよ。でそういうのをバラしてくれてはるのが、ランドン陽子さん、昔はね私結構フォローしてたんですよ。それも綺麗な日本女性ですけれども、アメリカ育ちなんかな、英語ベラベラで慰安婦の歌とか替え歌で作っててね、すごい人気だった方で、 YouTube の何個か賞とかでもらえはったと思うんですけどね。でその結婚してやってからちょっとずっと見てなくてね、ちょっと知らなかったんですけど、最近ちょっと見かけて見てみたらね、やっぱりその、その香港のその民主化運動っていうのがね怪しい、その安定調査のグループは怪しい、だから4つグループがあるっていうのをね、日本の雑誌の正論の10月号とか、なんかで書いてあるそうなんですけど、まあそれは私見てないんですけれどもね、まあいろんな方がもうぼちぼち知ってきて、そのアグネス・チョーさんのフォローをやめたりね、リツイートするのをやめてるそうなんですよ。で、どうせ香港を支援するんやったら、そのアンディさんの、香港独立派の応援やったら、まあ、いうわけなんですね。逆に倖田來未派を応援してね、結局、まあ北朝鮮とかね、そういう中国共産党に、関わる日本の左翼をね応援することになるんでね、これはもう多くの人に、ね、知ってもらいたい情報だと思います。あとでね、この動画ちょっと今編集機能が新しくなったそうなんで、ちょっと、ま、アグネス・チョーさんとかにね画像をちょっと組み入れるかどうかね、ちょっとチャレンジしたいと思ってます。あとね、日本のねちょっと安倍さんもねまだまだちょっと頼りなくてね、まあ安倍さん支持ですけれどもね、どちらというとね、でもちょっとやっぱり頼りないんですよ。なんかこの間テレビでチラ見したのが、習近平を食うことをなんか日本国民はなんか喜んでるみたいなことを言ってたでしょ。とんでもない話でね、もうはっきりとね、アメリカを優先して中国を切るべきなんですよ。もう世界はそういうふうに、ね、はっきり二分してきてるんですよね。で香港でもイギリス、もともとイギリス領でしたからね、そのイギリスも中国勢力とは別に支援してることは支援してるんですよ。まあ、何かあって香港の犯罪引き渡し条約かなんかそれがね決まるかどうかでデモしてるわけですけれども、まあ中国に捕まりそうになったらイギリスの国籍を与えるとまでね発表してね、だからいつでもイギリスで受け入れるっていう発表までしてるんですよ。これはね心強いことだと思うんですけどね。
から日本もね、もっと強気で行った方がいいと思うんですよ。国内これだけね、まあ、左翼勢力にやられててね。で、自民党の中にも親中派っていますからね。例えば二階さんとかね、河村さんとか、なんか、まあ、二階議員連盟もそうですし、怪しい人がいっぱいいてるじゃないですか。で、鳩山とかね、なんか、で、立憲民主はほぼ全員怪しいしね。で、辻元清美とか、で、福島瑞穂とか、社民党も完全に向こう側の、売国政党ですしね。で、最近のニュースでちょっと嬉しかったのが、河野太郎さんがね、次期総理選に立候補するかもしれないんですよ。河野太郎さんは私もう最近、大法案でね、もう、外務大臣の時からね、もうスカッとするわって、ね、もうすごい注目してる方なんですけれども、そのツイートもね、すごい粋でね、なんか全然知らない、一般人のツイートにもね、こう、なんていうかな、河野太郎ですって突然現れたりね、なんか、で、不安の間でもね、こんなことを書いても河野太郎が来るかどうかの、なんか、一見みたいな、なんか、不安のね、エゴサーチがすごい上手いっていうのが、もう小さいツイートも見つけ出してね、まあ、遊んではるわけなんですけどね、それが答えがまた粋でね、河野太郎さんだったらこうビシッとね決めてもらえるような気がして、河野太郎の総理大臣でいいなって今ね思ってるんですよ。で、菅さんもね一時期いいなと思ったんですけどね、韓国のことも開いた口が塞がらないとかね、小気味のいいこと言ってたんでね、いいなとは思ってたんやけども、菅官房長官自体がそのアイヌ利権に飲み込まれたアイヌ新法のなんかその検討するメンバーにアイヌ協会の理事とか入れて、で大高美希さんにそのことアイヌ協会のメンバーが入っていることはご存知ですかって聞かれたときに、いや知りませんって言ってね、ごまかしはってね、知らんわけないやろとか思うわけなんですけれどもね。それとか石破さんとかね、あれも後ろから石投げるようなタイプの人でね、昔から嫌いなんですよ。もう裏切り者の典型タイプだしね、まあ、石破さんのファンも多いやるけれども、まあ、そんなんが総理大臣なんてたまりません。私の一押しは河野太郎さんですね。安倍さんがもう一回やってもいいけれども、安倍さんもいいけれどもちょっと弱気やからね。だから河野太郎さんとも英語もバリバリで、トランプさんともなかなかこういけそうな気するんですけどね、まあ、どうなるか分からんけれども。でそんな感じで、また言い忘れたことあったらまたブログの方でね、補強しておきます。まあ、ブログ作り上げるのに、まあ、2、3日かかると思いますけれども、またコメント欄に貼っておきます。でよろしかったらチャンネル登録していただけると、新作動画のね案内とかも通知欄で出ますし、よろしかったら高評価ボタン、よろしくお願いします。またね、令和新選組がね低評価も押しまくると思うんですけれどもね、負けませんのでね、いろんな方にもそういう令和の裏とかその、アグネス・チョウさんの正体とかね、できるだけ拡散していただきたいと思います。以上です。